ただきます。こんにちは。こんにちは。ゆうやです。たかこです。僕たちは車中泊をしながら日本一周をしている夫婦です。はい。はい、していると言っても今日が初日です。はい。初日の夜でございます。はい、1軒目は山口県。うん。最初の目的地はお隣の山口県。うん、お隣じゃないね。九州のお隣の山口県。だってここまでの期間をおさらいすると、12月末に会社を辞めて、うん、で12月に入ってやっと車とか探し出したのね、うんうん、ちょこっとずつで実際決まったのが1月入って、うん、1月半ばぐらいでそこから納車がねそう、まあ、とにかく急いでくださいって言って2月頭ぐらいに来て、うん、でそこから整備に出して、うん、2月後半かね、うん、後半に手元に届いたんだね、うん、整備が 2,3 週間かかったね。2月の最後の週ぐらいから自分たちで塗装とかもろもろ始めたから、うんうん、多分本当に車ができるまで1ヶ月半ぐらい、うんうん、かかったね、うん、でも逆に1ヶ月半でできるもんだなっても思うけど ね、まあ毎日やってたからいろんな人に協力してもらったりねそうね、これが仕事だったからね、うん、だって自分たちの力じゃ作業場所もねなかったし、うん、本当に協力なしではこんなに早く終われてなかったという感じです。よかったら DIY の動画も見てください。はい、お願いします。じゃあ出発おめでとうございます。おめでとうございます。でいいのかな。うん、はい、じゃあ頑張りましょう。はい、楽しみましょう、うん、これはすごい平日のね、さっき回転したぐらいだけど車はまあまあ止まってる。すげえ。こんなとこもあるの。お、すげえ。かわいい。見て。かわいい、うん、ほんと至るとこにね、席があって広いところにする？その真ん中の。じゃあ乾杯で。はい、乾杯。はい、乾杯で。うわーすげー、こんなでかい。軍骨と一緒ぐらいね。泳ぎたいね。あ、そこにプールあるよ。お土産屋さん。あ、サンブックタオルの方が良かった。今、周南市にいて、うん、周南の工場夜景を見に。工場夜景ね。コーヒーを持って、はい、コーヒーを車でさっき入れました。はい、周南市は全国屈指の工場夜景都市の一つだって。本当だ。日本夜景遺産になってるらしい。写真で撮った方が綺麗。見るより信じられない。じゃあどうぞ。肉眼で見ると煙突がめっちゃいい感じ、うん、ね。
水に反射してる光がめっちゃ綺麗で、うん、綺麗って感じ。周南は煙突が多くて、うん、キングコングの西野さんのあれ煙突町のプペルの舞台になってるらしい。なんていう町だったっけ、プペルは。煙突町。あ、そうか。さっき言ってん。うわー、すげー、もっくもくだ。すごい。すげー。これがなんだっけ？周南工場夜景。工場夜景。いや、この橋すげー。うわー、かっこいい。美術の世界みたいな、なんか作られたさ。映画みたい。ね、すごい世界観。2時間ぐらい食べに行ったよ ね、うん、ね、公園ね。なんかほんとマニアの気持ちが分かったね。うんうん、今まで見た夜景の中では、俺はナンバーワンだった。うん、私も結構好きだった。うん、はい。今から、周防大島っていうところに。周防大島、はい。いいね、景色が。うん、ドライブにめっちゃいいわ。周防大島って書いてある。どこだ、周防大島。あ、これね、うん、さあ、ついに来ました。上陸。上陸です。大島、いい。うわぁ、ね、橋っぽいな、緑ででかい橋だ。景色がいいね、ずっとひたすら海沿いで、うん、ビーダマン海岸。はい、散歩。はい、うん、何がビーダマなんだろう。あ、予想しようぜ。なんでビーダマ海岸か。ビーダマみたいに丸いから。俺はビーダマみたいな石がよく落ちてる。でも引いてそうよ。そうだね。なんかさ、大物の魚見つけた方が勝ちね。あ、めっちゃ綺麗じゃん。昨日クラゲ俺見つけた。お、いた、サメ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 だ、いる。サメ、ちっちゃいサメ、ちっちゃいサメ。どこ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 。ほら、あそこあそこ。あれ絶対サメだよ。うわ、すごい。え、あれサメ？え、ちょっと待って。フグじゃん。撮りたい、カメラで。なんか長いね。え、映るかな？ね、どこにいるか全然わかんなくなっちゃった。じゃあどうしますか？じゃあ今日は早めのお風呂に入って、道の駅に向かいましょう。はい。おお、何ここ。ピンクの絨毯。登山口に着いたので、今から文殊山登っていこうと思います。 It's nice, nice step. そう、あの、ちょっと先まで行ったけど、うんうん、もう上がりたくない。ああ滝のとこは行ってないです。先に加納山までちょっと縦走します。2つ。おおおお、ここからずっと。ここからずっと。おお、That's nice。そうそうそう。あれ、なんで3時間ぐらい。3時間ぐらい。うん。オッケー、頑張ってください。頑張ってきます。気をつけて。はい、ありがとうございました。ありがとう。ケルン、黒土は滑りやすい。登り優先。待つ人は山側。落石が落ちてくるときはラークって叫ぶらしい、はい、外国にいたらロークって言うんです。はい、OK です。第1チェックポイント、本当は富士山にね、2人で登ってみたかったんだけど、今のところまだ夢が叶ってないコロナでね。霞んでるね。晴れなんだけどね。展望台がありました。はい、文殊堂の頂上に着きました。
ここまでは多分普通に登ったら30分、うん、で来れると思う。ゆっくり来たからね、うん、ちょっとね、次のところに、うん、加納山に縦走します、はい、ご飯食べて元気出たんで行きましょう、うん、はい。もうちょっと夫婦で合わせにチャレンジ、うん、いける、うん、いくよ。代表的なジブリ映画といえば、うわ、いくよ、うん、せーの、もののけ姫。もののけ姫から外だに来たの全世界のクマのキャラクターの中で、うん、一番代表的なものといえば、俺一つしか知らないんだけど行くよ、せーの、プーさん。え、マジかよ全世界でって言ったじゃん、あなた。わざわざ世界でって言うから絶対プーさんに導いてるんだと思った。あ、ほら、あ、何もない頂上なんだ。あ、でも綺麗、加納山の頂上です。はい、見えないね、景色は。こっち綺麗ね。こっちが綺麗、うん、なんか晴れてたらもっと綺麗だろうけど、うん、島がポツポツあって町が見えて、そうやね。はい、じゃあちょこっと休憩して戻りましょうか、うん、はい、あと1時間またかかるんで、ね、はい、すごいことが起きましたどうした。このなくしたリップを探しながら歩いてたらあったでも本当にそれ自分のリップだと思う。絶対自分のリップだって全然同じ他の人のリップかもしれない。2日前に開けたんよ、ほらこの使ってなさ具合とか。ということでリップも拾えるよ登山に行けば。はい、ゴー、はい、手ぬぐいゲット、手ぬぐいゲットゲット、かわいいね。かわいい、すごくかわいい、うん、本と黄色があって、うん、2人とも黄色が好きだったんで、うん、同じお揃いにしました。はい、はい、ということで他の県でもこれからまた登山をね、うん、して最終的にはあの夫婦で夢だった富士山に登るっていうのが、うん、この旅の中でできたらいいなと思ってますんで、はいはい、楽しみにしておいていただければと思います、はい。駐車場からは徒歩でちょっと歩くみたい、うん、ちょっと歩くね、うん、なんかこの辺一帯が秋吉台っていうカルスト台地になってて、カルスト台地とは海岸などの岩石で、うん、構成された大地が、はい、雨水とか、そのなんか地下水とかによって浸食されてできた地形だって、はいはい、じゃあ長い年月がかけて作った自然の素晴らしい場所ってことね。そうそういうところの地下にある洞窟、はいはいはい、ちょっとあとは出たところで、うん、僕たちの出た時の表情で楽しさをね感じ取ってもらえればと思いますんで、はい、じゃあ行ってきま す, きます。はい、ということで行ってきました。行ってきました。すごかった、よかったね。一回行ったことあるのに、うん、もうね、記憶にないぐらい、初めての感覚で、キャーキャー言いながらね、やってしまったね。よかったね、来て。うん、やっぱこれは来ないとね、うん、なかなか写真とか。でも、間違いなく夏だね、ここはハイシーズンは。あ、ね、あの通年17度らしい、うん、ここ。17度。半袖で全然行ける。寒かったよ、私は。タクコは寒いって言ってたけどね、うん。お腹が減ったんだけど、まあ、このまま秋吉台の方に向かいましょうか。うん。おぉ、すごい、ドローン欲しいね買えないよ。なんで？お金がない。外国みたい、ね、知らんけどはい、展望台があったのでちょっと登ってみます。さあさあ
お手並み拝見と行きましょう。景色の、いや俺はまだ見ない。いいですか。はい、はい、行きます。おお、いいじゃん、こっちの方が。これは絵描きたくなるね、まあ、本当に。描いたことないじゃん、絵。ん？よく言うけどさ。描きたくはなるんよ。うん、描きたくはなるね。名水百選だって。どこに来ましたか。天池のすぐ近くのところに名水百選給水所があった。はい、ちょっとお水をね、いただきに。もうなかったんで。この小道をね、入っていくらしい、うん、小川が流れてるよ。小川、うん、かな。あ、もうそれじゃない。あ、え、急に。うわ、めっちゃ青くない。めっちゃ青いですね、うん、うわ、うわ、青っ。なんで急に青くなるの、ね、え、どういう仕組み。今ね、影に入ってるからさ、うん、あれだけど、もっと日がガンガン当たってたらもっと青いんだろうね。ここは186リットル毎秒水が湧き出てるらしい。目ではわかるね、コポコポってね、どっか空いてるところが、湧いてるところがあるね。魚も喜んでます。わかんの。わかる。このね、あのなんかマス料理が、うん、こっちね、裏側見たらこっちなんかマスの養殖、釣り堀だって。そう、釣り堀養殖やってて、立派なマスたちがいっぱい、うん、マス定食が食べれるみたいだって、ね、で僕たちはもうお腹が今ペコペコなんで、うん、今すぐにでも食べたいんですけど、カラそばをね、せっかくならね、行きたいんで、そっちに行きましょうか。はい、ということで、そろそろそっちに行ってみましょう。こだまでしょうか。いいえ、誰でも。今日ご飯を食べるのは柳屋さんで、瓦そばをいただきます。お気をつけてお召し上がりください。いただきます。まずはそのまま食べる。はい、薬味を入れずに。これもつけずにってこと。これはつけていいの。え、これはつけていいの。いただきます。うん、おいしい。下のパリパリが美味しい。美味しい。じゃあ、いただきます。ねえ、いきます。間違いない。うまかったね、うん、美味しかったね。大満足。
結構絶景だよ本当に。今日は萩を散歩します。萩散歩、萩散歩です。で、今ちょっとね、名前わかんないんだけど、菊ヶ浜、菊ヶ浜、なんか素晴らしいビーチにいます、うん、駐車場を止めたらね、うん、その裏がね、そうそう、海だった。景色が良すぎてずっと長居しちゃいそうなんだけど、うん、じゃあ散歩しながら行ってみたいと思います。行、うん、くぞ。江戸時代の街並みってこと？ここら辺、うん、江戸時代の街並み。でもすごいね、景色が、うん、景観はすごい、うん、合ってる。うん、あそこがプリン屋さんだ。あ、着いた、そこだ。なんか可愛いね、このキャラクター。ハギプリンを変えた、うん、変えたんで、次は夏みかん丸漬けってやつ、あの三国本店に今から向かってます。なんかね、みかんの中に白あんが入ってる羊羹なのかな、ちょっとねあんまり分かってない、うん、正体が。でもなんかね、文章になんか5日間漬けるみたいなの書いてあって。あ、そうなんだ、うん、じゃあ漬物あのスイーツだと思って今買いに行ってるんだけど。砂糖漬けじゃないの？砂糖漬けか。ありがとうございました。変えてしまった。変えた。はい、OK、ゲット。ということで車に戻ってまいりました。おやつタイムです。はい、遅めのおやつタイムをします。あ、めっちゃ。な。もう夏みかんのジュレだね。一緒に食べるのがいいんだよね、多分。そうだね。ガッといって。食べていい？どうぞ。いただきます。下まですくって。あんまないよね、こういうジュレとさ、プリンを一緒に食べるって。うん、美味しい。すごい夏みかんが来る。美味しい。正直ジュレの勝ち。うーんプリンがいることが集中しないと分かんない、うん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 、なるほどね。でもめっちゃ美味しい。うん、美味しいです、これ、うん、あんまりね、普段感想なんて言わないから何言っていいかわかんないんだけど、うん、美味しいしか言わないもんね、うん、ほんと山口の長門市って書いてあるから、山口で作ってるんだ、うん、開封、はい、おお、これは何だろう、ザラメがついてんのかな、うん、ね、ではめっちゃピーナッツの匂いするよ。いただきます。いただきます。うん、ほんとクロワッサンをちょっと固くしてギュッてしたさいや、なんかパイっていうかクロワッサン感あるよね。ない？まあクロワッサンがそもそも層になってるからパイと相性がいいのか。でもパイだと思う。なんかめっちゃこぶさんかった、うん、はい、じゃあ最後ラスボス、ドワー、すごい、こんな感じ。結構大きいね。うわ、すごい硬い。いや、結構なんか硬くはないんだけど弾力ある。あ、ほんとだ。開いて、じゃーん、開いて、いただきます、はい、いただきます。うん、皮がいいね。思ってたのと全然違った、うん、もっと重たい。そうそうそう、ずっしりくる。食べやすいじゃん。2人で食べるまで2人で1個絶対無理だよねって言ってたもんね、うん、4日かかるとか言ってたもんね、そうそうそう、食べ終わるのに。僕たちが今回買った中でいいなと思ったのはこの夏みかん丸漬け、うんうん、全部外れはなかったね。うん、美味しかった全部。まあ、けど次リピートするって買うならこれかな、うんうん、山口って。これ実家に買って帰りたい、うんうん、
私たち地元が九州で、山口ってすごい近い存在だったんですけど、なんか全然違う一面っていうか、うん、全然知らない部分がいっぱいあって面白かった。うん、結構みんな若い頃ね、海峡館行こうとか唐戸市場行こうとか言って、うんうん、下関ら辺までは結構ね、うん、身近に行くんだけど、ね、あんまりこっちの方に、東の方には行かないんで、すごい新鮮でした、うん、こんだけゆっくり回れて、うんうん、ここで一旦山口の旅は終わりにして、うん、次は島根県に入っていこうと思ってます、はい、はい、それも次楽しみにしておいてください、はい、はい、それでは皆さん今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。みんな元気でね。